外科手術を受けたことがあれば、10からカウントダウンしたことを覚えているでしょう。9、8、目覚めると5まで数えないうちに手術は終わっています。でも実際には眠っていたわけではないのです。もっと複雑な麻酔の作用を受けていたのです。あなたは意識を失い、動けなくなり、その間の記憶はなく、うまくいけば痛みを感じることはありません。これらの過程を一遍に阻止しなければ、 外科手術の多くはとても耐え難いものになるでしょう。古代エジプト、アジア及び中東の医学書にはどこでも消しやマンドレイク、アルコールを含んだ初期の麻酔薬について述べられています。現在は麻酔会が外科手術にあった配合の局所麻酔薬、吸入麻酔薬や静脈麻酔薬を組み合わせているのです。局所麻酔は 体の特定の部位からの痛みの信号が脳に到達するのを防ぎます。痛みなどの情報は電気信号として神経系を通じて届きます。局小麻酔は電気的なバリケードを設定します。ニューロンの細胞膜にある過電子た粒子を出入りさせるタンパク質に結合し、まさに過電子た粒子を締め出します。この働きがある物質の一つがコカインで、眼科インターンの口に入ってしまったことで、 偶然にもその鎮痛作用が発見されたのです。今でも麻酔薬として使われることもありますが、一般的な局所麻酔薬の多くは、よく似た化学構造を持ち、同じ作用があります。大手術で意識を失わせる必要がある場合は、脳を含む神経系全体に働きかける必要があります。それが吸入麻酔です。西洋医学では、ジ・エチルエーテルが最初に一般に用いられるようになりました。 これを吸った人が、怪我をしても痛みを感じないことに医師が気づくまでは、もっぱら嗜好品として使われていました。1840年代には、抜歯や手術の際にエーテルで患者に麻酔をするようになりました。その後はエーテルから作られたセボフルレイン等が一般的になったものの、アサンカチスが人気となり、これは今も使い続けられています。 通常吸入麻酔は1870年代に開発された静脈麻酔で補います鎮痛薬でもあるプロポフォールなどが静脈麻酔薬として使われ無意識へと導きますフェンタニルのようなオピオイドには鎮痛作用がありますこれらの全身麻酔薬は神経系の電気信号にも抑制作用があるようです通常は脳の電気信号は脳の様々な場所が互いに伝達するため混沌としたコーラスになっています これれでで意識が保たれているのですしかし麻酔をかけられるとこれらの信号は穏やかになり整理され脳の細胞はお互いに会話をしなくなるわけですどのようにこれが起こるか詳細には分かっていません麻酔のいくつかは脳内ニューロンの GABAA 受容体に結びつきチャンネルを開けたままにするため細胞内に不電下が流れ込みます 不電下が蓄積していくと、ニューロンの送り出す電気信号を妨げるのです。神経系には、こういったチャンネルが数多くあり、動きや記憶、そして意識を司る、神経経路を調節しています。麻酔薬の多くは、複数の機能を抑制し、また、神経系だけに作用するわけではありません。麻酔薬の多くは、心臓や肺、 その他の他重要な臓器にも影響がありますヘムロックやトリカブトなどよく知られた毒物を含む初期の麻酔薬と同様に現在の薬品にも深刻な副作用を持つ可能性があります。 そのため麻酔科医は患者のバイタルサインを注意深く観察して必要に応じて配合を変えて麻酔の作用を発揮させる必要があります麻酔は複雑ですしかし使用方法を理解していくことで外科技術を向上させましたおかげで外科医がいつでも安全に低王切開を行ったり詰まった動脈を再開したり病変のある肝臓や腎臓を交換したりその他の手術で命を救うことができます毎年新しい麻酔技術が開発され ますます多くの患者が外科手術という心臓に耐えていけるのですこれらのビデオで学んでくださいチャンネル登録で新たなことを学ぶチャンスを